アイドル歌手の浜田樹里さん。覚えてらっしゃいますか？彼女がデビューした1980年には、芸能界で一大事件がありました。そうです。1980年3月7日に、スーパースター山口百恵さんが、三浦友和さんとの婚約発表をもって、芸能界を引退したんですよね。ポスト百恵をめぐって、芸能界は、まさに戦国時代さながらの様相の中、颯爽とデビューしたのが、浜田樹里さん。長らくお見かけしませんでしたが、実は、まさかの、とっくの昔に芸能界を、引退されていたんですね。現在は、どうされているのか、気になったので調べてみました。浜田樹里さん。1962年11月11日生まれの57歳。東京都ご出身で、堀越学園卒業。堀越高校といえば、日本一の芸能人御用達学校で有名ですよね。浜田樹里さんの同級生には、川崎真世さんや藤谷美和子さん、高坂みゆきさんがいらっしゃるようです。今でも川崎真世さんの舞台を見に行ったりされているようです。浜田樹里さん、伝説の歌番組の NHK レッツゴーヤングで、サンデーズという番組独自のユニットで、レギュラー出演されてましたよね。80年組サンデーズの他のメンバーは、川崎真世さん、田原俊彦さん、山崎誠さん、藤真一郎さん、倉田真理子さん、佐藤恵里さん、松田聖子さんという顔ぶれ。第22回日本レコード大賞新人賞を争った、田原俊彦さんと松田聖子さんという、後に昭和を象徴するスーパーアイドル2人が、一緒にいたという当たり年でした。それだけではありません。浜田樹里さんの同期デビューには、通称、MKK とか MMK と呼ばれる、河合直子さんや柏原芳恵さん、三原淳子さん、岩崎良美さんがいて、1980年のデビュー組は、粒揃いで層が厚く、とんでもない年だったのです。浜田樹里さん、1980年のデビュー曲の歌い出しが、恋はドンパン、というインパクトある曲、さよなら好きは、オリコン58位でしたが、当時のアイドル界では、異色な大人っぽさを感じる曲でした。それも当然です。デビュー当時の浜田さんは、山口百恵さんと同じような、大人びた雰囲気を持っていたため、周囲は、それこそ、ポスト百恵を狙うほどだったそうです。正直、所属レコード会社の、その年の一押しは、浜田樹里さんで、松田聖子さんが3番目だったそうです。しかし、80年組では松田聖子さんに代表されるぶりっ子タイプが主流で、浜田樹里さんみたいな、どちらかといえばハスキーな声で、少し影のある感じで笑わずに歌う、クールなタイプは少ないので、目立ったはずなのですが、同じハスキー系で人気が出た、三原淳子さんがいたために、その影にすっかり隠れてしまうことに。結局、1984年までに、出したシングル11枚の中では、天地真理さんが歌った曲のリメイクで、7枚目の思い出のセレナーデの、物憂な曲調が、まさにイメージぴったりだったからでしょうか。オリコンで自身最高位の51位で、アルバムは現役時代に5枚と、引退後に3枚発売されています。2010年には浜田樹里ゴールデンベストリミテッドシングルコレクションがリリースされていることからも、未だに根強いファンがいるようです。とはいえ、歌唱力もそこそこにあって、ルックスも世代トップクラスでしたが、歌手として大成できませんでした。公私ともに親友だった松田聖子さんとは、みるみる差をつけられた浜田樹里さん。もちろん、ポスト山口百恵として、歌だけでなく、ドラマにも出ていて、1980年には、ゴリゴリの大本命として、
あの赤いシリーズを継承して、人気俳優の広岡俊さんを相手に、ドラマ初出演で主演の大役を任されます。そのシリーズ9作目、赤い魂では、浜田さんは慢性腎不全を患い、人工透析を余儀なくされた主人公を熱演。しかし、両親が娘へ腎臓を提供しようと検査を行った際、実の子ではないと判明してしまった。発酵のヒロインを熱演します。その後は演技の幅も広がり、主演でこそないものの演技の評価も高く、大江戸捜査網、水戸黄門など、時代劇にも活躍の場を広げます。歌に、俳優にと、まさにポスト桃江にふさわしい、マルチタレントになるのかと思いきや、そうではなく、徐々に歌から遠ざかることになるのです。なぜなら、浜田樹里さんは、もともと歌うことがあまり好きではなく、自身も早い段階から、将来は女優として活動したいと言っていたようですから、歌を代償にとでも言うのか、歌から離れるために芸能活動の軸をグラビアやバラエティに移していったのだとか。当時大人気番組のトリュフの大爆笑では、バカ殿様の腰元役で頑張っていましたし、人気が下火となりだした頃には、とある深夜ラジオ番組の笑福亭鶴光のオールナイトニッポンにアシスタントで出演していました。日高のり子さんや坂上俊恵さんと3人で崖っぷちトリオと名付けられて、とんでもないほどいじられる始末。グラビア写真集も次々と出して、1981年1冊目のジュリから始まり、1990年ハーフムーンまでなんと5冊も出しています。中でも、ハーフムーンに至っては、突然のヌード写真集でしたので、世間を驚かすのに十分なインパクトがありました。1986年あたりに、一時、露出が激減しますが、復帰後は、念願の女優業に専念することに、江戸を切るや鬼平犯科帳、遠山の金さんなど、時代劇ドラマ中心に出演されていました。そしていよいよ1995年の土曜ワイド劇場北斗殺人機構を最後に芸能界を引退することになるのです。浜田さんの引退の理由とは、東京在住の4歳年上でジェットスキー仲間だった会社員の方と、1991年10月16日ハワイで電撃結婚され、1995年第一子出産のためということでした。芸能界を去ってからかれこれ20年以上、消息が途絶えていた浜田樹里さんなのですが、日高のり子さんや土屋香織さん、川崎真世さんの SNS やブログの中で、たまに一緒の写真が出ているのですが、以前と変わらない美しさで、長年のファンを狂喜乱舞させているとか、マジでほとんど劣化していないですね。お子さんも大人になって、少しは自由に動ける時間ができてきたのでしょうか。浜田樹里さん、1980年という近年まれに見るアイドル豊作の年にデビューされたばかりに、これだけ美人で歌も演技もうまかったにもかかわらず、今一つ芽が出なかったのは、今考えても運が悪かったとしか思えませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は浜田樹里さん、サンデーズで出ていた当時から、倉田真理子さんと2人は大人っぽくてとても気になっていましたが、どういうわけかお二人ともが今は芸能界を引退してしまったのは、やはり芸能界というところに何か見切りをつけたのでしょうね。またテレビで見てみたい一人です。それではまた次回お会いしましょう。